はい、原子力規制委員会の活動状況について説明を聴取いたします。更田原子力規制委員会委員長。はい、委員長。原子力規制委員会委員長の更田豊でございます。衆議院原子力問題調査特別委員会におけるご審議に先立ち、原子力規制委員会の業務についてご説明申し上げます。原子力規制委員会は、原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守るという使命を果たすため、さまざまな課題に取り組んでおります。まず第一に、原子力施設等にかかる規制の厳正かつ適切な実施について申し上げます。東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、制定した新しい規制基準への適合性審査については、これまで発電用原子炉について11の事業者から27基の原子炉にかかる申請が、核燃料施設等について9つの事業者から21の施設にかかる申請がなされております。これまでに九州電力仙台原子力発電所1号炉および2号炉、玄海原子力発電所3号炉および4号炉、関西電力高浜発電所1号炉、2号炉、3号炉および4号炉、美浜発電所3号炉、大井発電所3号炉および4号炉、四国電力伊方発電所3号炉、東京電力柏崎刈羽原子力発電所6号炉および7号炉、並びに日本原子力発電、東海第二発電所の計15基に対して設置変更許可を行いました。東北電力女川原子力発電所2号炉については、昨日11月27日に開催した原子力規制委員会において、審査書の取りまとめ案を了承し、今後、原子力委員会および経済産業大臣への意見の聴取、並びにパブリックコメントを行うこととしております。また、関西電力高浜発電所1号炉および2号炉、美浜発電所3号炉、並びに日本原子力発電、東海第二発電所について、運転期間延長の認可を行いました。このほか、九州電力玄海発電所1号炉、日本原子力発電、敦賀発電所1号炉、関西電力美浜発電所1号炉および2号炉、中国電力島根発電所、島原子力発電所1号炉、並びに四国電力伊方発電所1号炉の計6基について、排出措置計画の認可を行いました。核燃料物質の加工施設については、グローバルニュークリアフューエルジャパン、日本原燃濃縮埋設事業所、三菱原子燃料並びに原子燃料工業東海事業所および熊取事業所の加工事業の変更認可を変更許可を行い、廃棄物管理施設については国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の、大洗発研究所廃棄物管理事業の変更許可を行いました。試験研究炉については国立大学法人京都大学複合原子力科学研究所の臨界実験装置および研究用原子炉の設置変更承認、近畿大学原子力研究所原子炉の設置変更許可、並びに国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の定常臨界実験装置原子炉安全性研究炉および JRR3 の設置変更許可を行いました。また国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の JRR4 加渡臨界実験装置東海再処理施設および高速増殖原型炉モンジュについて、排出措置計画の認可を行いました。以上のとおり、原子力施設等に関する審査、検査を順次進めております。規制基準については、安全研究等により得られた最新の科学的・技術的知見、新規制基準に係る適合性審査の実績等を踏まえて、高エネルギーアーク損傷対策、高架火災物対策、火災防護対策等に係る改正を行い、継続的に改善を図っております。第二に、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取り組みの監視等について申し上げます。原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所の安全な廃炉や汚染水対策の実施に向け、規制当局としての立場から積極的な監視を行っており、安全かつ着実に廃炉作業が進むよう実施計画の審査などに当たっております。引き続き安全上の観点からの優先順位を明確にした中期的リスクの低減目標マップを廃炉作業の進捗に応じて改定し、完了した措置と引き続き監視が必要な措置を明示するなどして、処理した水の処分や
使用済み燃料プールからの燃料の取り出しなどの対策が適切に行われるよう、監視、指導を行ってまいります。第3に、原子力災害対策及び放射線モニタリングの充実並びに補償措置について申し上げます。原子力規制委員会では、本年7月、安定ヨウ素材の配布・服用に関して、最新の国際的知見を取り入れるなど、原子力災害対策指針の充実を図るとともに、基幹行動被曝医療支援センターの指定など、原子力災害時における医療体制の着実な整備を進めております。放射線モニタリングについては、原子力規制事務所におけるモニタリング担当職員の配置などにより、緊急時モニタリング体制の充実強化を図っております。また、総合モニタリング計画に基づき、東京電力福島第一原子力発電所事故に係る状況に応じた環境放射線モニタリングを継続するとともに、モニタリング結果について、関係自治体、その他の国内外への情報発信にも努めています。また、国際約束に基づく国内の原子力施設に対する厳格な補償措置の適用により、国内すべての核物質が平和的活動にとどまっているとの評価を継続して、国際原子力機関 IAEA より得ております。最後に、原子力利用における安全対策の一層の強化のための制度の見直しについて申し上げます。第193回国会において、IAEA の総合規制評価サービス、IRRS ミッションによる勧告等を踏まえた原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化などを内容とする関係法律の改正が成立しました。原子力規制委員会としては、法改正の趣旨を実現すべく、透明性を確保しつつ、さまざまな関係者の意見等を踏まえて、関係政令、規則等を整備するとともに、新たな検査制度の試運用などを行ってきたところです。来年4月の全面施行に向け、さらなる組織体制の強化と人材育成に取り組むなど、新たな制度の運用が円滑に進むよう万全を期してまいります。以上、原子力規制委員会の業務についてご説明いたしました。我が国の原子力規制に対する信頼の回復は、いまだ道半ばにあります。原子力規制委員会は、与えられた職責を踏まえ、原子力利用の安全が確実に担保されるよう、今後とも努力してまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。以上で説明は終わりました。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日参考人として、東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長、ふばさみ誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また政府参考人として、内閣府大臣官房審議官、戸時健治君、復興庁統括官、石田勝君、総務省大臣官房審議官、森源次君、文部科学省大臣官房審議官、千原義行君、水産庁増殖推進部長、黒萩慎吾君、経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官、新川達也君、経済産業省大臣官房審議官、川本健一君、資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官、角藤孝文君、資源エネルギー庁電力ガス事業部長、村瀬義文君、環境省大臣官房政策立案総括審議官、和田徳也君、環境省大臣官房審議官、正林徳明君、環境省環境再生資源循環局次長、森山誠二君、原子力規制庁長官官房緊急事態対策官、山形博君、原子力規制庁長官官房審議官、大村哲夫君、原子力規制庁長官官房審議官、金子修一君、および原子力規制庁原子力規制部長、市村智也君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。はい、委員長。西田昌司君。はい。